はい、中村翔太です、えー、皆さんいつも見てくれてありがとうございます、えー、今日はあの宇宙会議っていうのがあるんですけどそれで聞いてきた話をしますね、えー、今回は、えー、アセンテッドマスターたちが中心となる宇宙会議で特にメルキセデクっていう マスターがいるんですけれども、えー、彼を中心とした、えー、宇宙会議っていうのがあったんですねでいつものように交体っていう光の体っていうのを使って、えー、どういう会議をしているのかなっていうのをあの聞きに行くっていうのをね <laughs> 昨日もしていたんですなので今日はその宇宙会議で聞いてきたこと っていうのを、えー、シェアする日にしたいと思ってます。はい。今回のでも宇宙会議はね。僕もすごく何て言うかな。色んな意味で勉強になりましたね。<laughs> 今回の宇宙会議の内容はえこれどうやって言葉にするんだろう？とか、どうやって人類にこう？影響していくんだろう。伝えていくんだろうとか。 なんかこうあまりにもこう言葉の領域を超えすぎていてどうやってやるんだろうって、ね、なるようなことがすごく多かったのね。でマスターたちっていうのも僕たちをこうサポートするという形で彼らは成長するっていう道を選んでいるんですね。でそれはもちろん知ってたんだけど改めてあこういうことをこんなも言葉にあまりにも言葉を超えたような領域のものをこう 人類をね、こう導いていくっていうのは、まあ、本当にこう彼らにとってもこれは成長できることなんだなっていうすごくね、そういうマスターたちの成長していくっていうことへのなんていうかな、こう姿勢だったりね、なんかそういう風うなものも含めてあの今回僕にとってすごく勉強になったなって思ってます。で今回だからいろいろ話してたんですけど。 なかなかこう言葉でシェアできるものっていうのがあまりにも少なくてですねその中でもあのここはでもこう言葉であえて伝えられる部分があるなっていうところを話したいなって思ってます、えー、まず一つ、えー、と言っていたのが今ね変革って変革の時代に入ってるって、えー、多分ね今の時代こう生きてると皆さんもわかるんじゃないかなって思うんですね 個人レベルでもそうだし社会レベルでも今すごい変革の時を迎えてると思いませんかでこの変革っていうのはあのここからもっと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 です。もっともっとなります。変革していきます。もうどんどんこの変革の速度やうん規模感っていうものはもうこれからもっともっと広がっていくんですね。で特に、まあ、今日11月8日月だと思うん 思ううというか、まあ、この動画撮っているのは11月の8日なんですけどえー、っとね前の動画で「瀬尾律姫」のチャンネリングを上げたことがあると思うんですけどその時にも11月8日からあの一気に流れがまた変わるんだよっていうね話をしてたと思うんですがまさにそうだな今日はまたそういうターニングポイントだなって思えるようなエネルギーであるのを感じてます。 まるでこう変革のエレベータータみたいなエスカレーターみたいな乗ってるとさああいうのエレベーターエスカレーターって自然とこう上がってったりするでしょ乗ってるだけで上がるでしょみたいになんかもう僕たちがここで生きているだけでこう変革の流れっていうのがもうどん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 こう何て言うのかなある意味でこう自動的にというのかな進んでいくようなねなんかそういう 大いなる流れの中に変革っていう。なんかこう流れがあるなっていう。うん、うん、うん、まあ、変な言い方だけど、ある意味ではこう変革に抗えないぐらい、大いなる流れの変革だなって思うんですね。で、その大いなる流れの影響がもっと強まるのがもう。ほんとまさに今日からだなって。言えるなって思いますね。で、そんな変革の時にね。この変革っていうパワフルな。 現象があるでさまざまな変革があるけど変革ってもそもそも大きな現象なんですねさまざまな変革の仕方があるけどでこの変革という現象を構成するエネルギーというものがエ,エネルギーというものの中に性のエネルギー静寂の性ねのエネルギーというものを多く含んでいる変革っていうのがとても大切なんですよというふうにまずその 宇宙会議の中でで話してたんですね逆に銅のエネルギーが悪いわけじゃなくて銅のエネルギーも大事なんだけどその銅のエネルギーに偏った変革っていうのをするとちょっと荒々しくなったりちょっと破壊と再生っていった時に必要以上の破壊的なことがちょっと起こりやすかったりするんだって。なので今人類としてはこの静寂の方の性のエネルギーを使った変革っていうものを <laughs> うーん。 していくっていうのがね大切なんだよっていうところから始まったんですね。うん、でこのもうちょっと言うとこの性の変革性のエネルギーを含んだ変革の方が学びや気づきってものが大きかったりもするんだってだからそういった意味でその性のエネルギーっていうところから話が始まったんですね。でう <laughs> じゃあこの性のエネルギーって何なのかっていうとイメージとしてなんですけれども例えば静かな夜空で星を見た時にさ星が静かに優しく瞬いてるそんな絵を皆さん想像してみてもらえますか、まあ、宇宙ででもいいし星空ででもいいんだけどすごく静かな夜にないしはしすごく静かな宇宙の中で星々が静かに 優しく瞬いてるなんかそういうエネルギーがその宇宙の性のエネルギーとも言えるんですっていうふうに言ってたんですね。なのでこのエネルギーを使った変革っていうのが一つのキーポイントだよという話でした。 ななののので変革っていうこの一つの大きな現象があります僕たちもさこう体があるでしょでもこの体はいろんなこう細胞とか細かい粒子みたいなものでできてるでしょ体もね。それと一緒で変革っていう現象もいろんなこう小さい粒子によってあの出来上がるというふうに言った時にこの粒子の性質が正の性質今言ったような星が瞬くようなそんなエネルギーを持っている。 多く含んでいるそう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 いう状態が大事だよってことねそうだからなんかもう今ここまで話してるだけでもさより抽象的ではないですかそう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 これでもね、うん、本当ねもう宇宙会議の内容をギリギリ言葉にしてるような感じなのねもうエネルギー事件でエネルギーだけで捉えてれば、うん、んあこういうことかって分かるんだけど言葉にするってなるともう本当に、にほ本当だマスターたちの成長でもあるんだなってすごく思ったんですけど まあそういう変革に性のエネルギーっていうのがね大事だよって。っていうのが一つあってでその次に話していたのが心臓の話なんですね心臓僕たちの心臓あるでしょ臓器。でこの心臓っていうのは血液の循環を促しつつっていうかこうやってるよね。でもこれだけではなくスピリチュアルなエネルギーレベルで言うと <laughs>。 この内臓の中でも心臓はエネルギーの循環も起こしている血液の循環だけじゃなくエネルギーの循環も起こしている役割がありますよというふうに話していました僕たちはさまざまな循環の経路を持っているのでこの心臓からもたらされる循環以外にも僕たちを取り巻いているんですけれどもさまざまなこの何種類かある循環の中でこの心臓がもたらす循環っていうのも僕たちはあの持ってるんだよっていうことなんですね ってていう話をしてましまた特にこの何て言うかな僕たちのうーん何て言ったらいいかな <laughs> 意識の状態ってあるでしょその時その時の意識の状態その意識の状態を <laughs> 自分のこの身の回りのエネルギー要するにこのオーラの辺りかなオーラを循環させてるわけじゃないんだけどオーラの辺りこのエリアあるでしょこのちょうどこう両手広げてこんぐらいのエリアの このエリアに自分の意識の状態を、のエネルギーをこう反映させて循環させるみたいなことをやっているのね。<laughs> っていうのが心臓にありますよって。なので、この心臓にその星の瞬きのようなエネルギーを心臓にアチューメントすることによって、この心臓が僕たちのこの身の回りのエネルギーっていうのかな。この僕たちを取り巻くエネルギーって言ったらいいかな。に、この 生のエネルギーっていうものを循環させていくっていうことになってくれますよっていう話に移行したんですね。そうなので例えばなんですけど星の瞬きって言った時にさあどんなエネルギーかなっていうのをこう手の上にエネルギーをこう手の上にこうあると思ってエネルギーがでそのエネルギーが瞬きのエネルギー静かで優しくてっていうエネルギーを。 ここになんか想像してみてほしいんですね。光でイメージしてもいいし、なんだったらこう宇宙空間をイメージして星々が綺麗に瞬いてるのを、こう、なんかこうほら、水晶玉みたいなので、こうほら、こうアニメの占いの世界でこう、水晶玉でこうやって占うとき、水晶玉になんか映るみたいなあるでしょ。それみたいに宇宙を見てもいいんだけど、とにかく宇宙かないしは光をイメージして、星の瞬きのような静かで優しいエネルギーをイメージしてみるの手の上で。それを ししばららく深呼吸したてて心臓に入れてみるの、ね、でそうするとこの心臓からグワーンってこう自分の周りをこう循環して自分のオーラの方にまでこのエネルギーがフワーンって広がっていったりでそれがまた自分の方に戻ってきてさらにその静寂で優しいエネルギーが自分の中に戻ってきてさらに深く感じられたりなんかこう循環してるイメージをするのね。 このエネルギーを心臓に入れて循環して自分の周りをこの静かで優しいエネルギーが取り巻いてこう循環しているなーっていうのをこうイメージの中で捉えてみるみたいなね想像力を働かせてねっていうのものが一つねあのなかなかこのエネルギーをじゃあ言葉ではい使ってみてくださいって言った時にねなかなか捉えづらい部分もあると思うのでちょっとそういうワークっていうものもね あのその時であの宇宙会議の中で一つえ見てきたのでなのでその心臓の特性を使って性のエネルギーをじの自分の循環の中に取り入れるっていうのを、うん、ピンときたらやってみてください。ねうん、でこの性のエネルギーが少ない状態だとこの激しいエネルギーの変革になるのね最初にも言ったんだけどね。でそううううするるととどういいう状態になるかっていうと 力を加えた分しか動きません。物事も、<laughs> 意識も。つまり大きな変革を起こす、大きく何か物事を動かすときには、<laughs> めちゃくちゃ自分が、要するに、生命力を使って <laughs>、たくさん動かなきゃいけなくなってくるのね。動いた分しか、要するに結果になりません、みたいな。激しいエネルギーや硬いエネルギーの変革っていうのは、 動いた分だけですよみたいなな状態になるのねだからなんかこう自分のこうエネルギーっていうものをたくさん,なんかこう生命力みたいなエネルギーを、うん、たくさん使わないとその変化っていうものが何、うん、て言うのかなその自分の望むような変化っていう形にあまりつながらなかったりするんですね。硬いエネルギーの状態だとねまた少し荒々しくなりやすいっていうところがあるんですよ。 なので、この変革の時代だよって言っていても、この変革の時代だからこそ変革たくさんしてくんだけど、それに伴って、もう自分がめちゃくちゃもうこの体を使って、もうちょっと慌ただしいぐらいに動かなきゃ動くような流れに入ってくるってことなのね。そうそうそう。もう大きく変革していく時代には入っているので、でも硬いエネルギーだと、この大きく変革するのが決まっているのに、 それに対して大きくなんかずーっとこれに対して動いて動いて動いてちょっと慌ただしさが出たりするっていうねだけどこの静寂なエネルギーっていうのはこうバタフライ効果って言ったりするのか小さな動きでも大きく反映していくのなんかこうあれみたいな合気道みたいなさ何て言うんだろうね力をこう上手に利用するみたいな感じなんだよねなのでうんそれでいてなんかすごくこうきめ細やかなエネルギーを発することになるんですよね だからすごく大きな変革っていうなってもうこのエネルギーを使うことによって自分はゆったりしてられるのもちろん行動することはたくさんあるかもしれないよでも自分の意識レベルではすごいゆったりしてなんかすごいこう慌ただしくやってるっていう感覚ではなく静寂とともに優しいエネルギーでその時その時自分に一致したことをこれこれこれでやっていくだけであとはこうバタフライ効果のようにこう 大きくこう広がったたたりりしするみたいなねなので力を加えた分だけ動くのか一致したことをやるとあとはこう波紋のように広がっていくのかみたいなねそういうのがこう現実レベルでも体験していくことに、ね、なるんですねこのエネルギーを使っていくとねなのでやっぱ変革の時代に今入っているのであとはこうどういう何て言うかな性質の変革をしたあの楽しむかっていうところだと思うんですねなので そのちょっとこう激しい慌ただしいっていう変革がいいかもう大きく変わってってはいるんだけど自分は冷静で静寂で優しさの中で一致してこれこれこれっていう風にね自分のこうマイペースみたいなものを保ったまんま大きな変革を体験していくかみたいな、うん。 そういった時に変革にもエネルギーの性質があるからこの静寂のエネルギーっていうのを取り入れるよっていうのは大事だよっておすすめだよっていう話のシェアですねもう他にもねいろんな話をし,たしてたんですもう人類の脳波ウウの話とか脳波ウウを通して人類とコンタクトを取るなんとかかんとかみたいなもうすごいもうマニアックな話ばっかりで、うん、それはなんかちょっとまだ僕もうまく言葉では。 言い表せられることがちょっとできなさそうなので、今はね。今日はね。ここまでのところをシェアするっていう感じにしたいなと思います。そう。そう、そう、あとはね。心臓がさここの辺にあるでしょ。ここがね宇宙空間になってると思って深呼吸するみたいな。それもね。なんかその感覚レベルで、その宇宙の静寂のエネルギーっていうのをなんかこう思い出すというかね。そういうあのエクササイズになりますよって言ってた。だからなんか自分の心臓がぽっかり宇宙になってて。 そそうそう心臓に意識を向けるとその向こう方が宇宙になってるようなイメージかなそういうイマジネーションを働かせてそのまま深呼吸心臓が宇宙になってるっていうイマジネーションでねやるっていうのも <laughs> エクササイズになるでまた取り組みやすい方法としては、まあ、例えば瞑想とかねあとリラックスを心がける余裕を持つとかねそういうものっていうのもあの今度はこう、まあ、一つのこう現実的なアプローチとしてあの このエネルギーとねあのつながりやすい部分もあるみたいなのであのそういうのに興味がある方はえとそういうのをね取り入れてみていただくのもいいんじゃないかなというふうに思ってます。もう本当もうこっからはもうどんどん変革だよ。もっと変わっていくよ。だから変わっていくことを恐れたり変わるってことは何かを手放し何かを受け取るっていうことでもあるのね。だかからここの手放すこと何か今自分が 執着しているものが多かったりすると変革の中でそれを手放す機会が来るかもしれないそうしてった時にちょっとこう摩擦を感じたりするよねだからもう本当にまあこう執着なくだけど自由に自由なんだけどだけど執着をせずにねあのー、なんかこう柔軟にっていうのかなうんこうやっていくっていうのもすごく大事だと思いますし またあの前回か前々回かなの動画で言ってたセオリー水メが言ってた自分との関わり方を変えていくっていうところもねすごく大切な時期だなというのを改めて感じますだからまあ一言で言うとなんか柔軟さと深さって感じかなと思います深く自分と向き合う深く人生を生きるそれでいて柔軟でいるみたいな何、まあ、かこう言葉で言うとシンプルで実際やるとなるとあの難しいって感じる人もいるかもしれないですけれどもでもやっぱり僕たちは宇宙そのものだから あのチャレンジしてていってねあのどんどん自分の可能性を広げていくっていうのがもうなんか僕たちのなんかなんかありのままの生き方だと思うのでなんかそういう深さと柔軟性っていうところは一つこう僕たちが今、まあ、あえて言うならこうチャレンジしていっていいところなんじゃないかなというふうに思います。えー、またこの前の角川出版さんでのワークショップでも少しこういう話したかもしれないですけれどもやっぱ今から当時まあこの前の秋分から当時 次の12月の当時までっていうのはなんか本当に大げさじゃなくねすごく人生の今後の流れを左右するような期間だなっていうのをすごくすごく感じますなんかこう本当にこうなんだろうな大げさじゃなく等身大で話しててもあそういう時期だなってすごく感じるのねだからある意味ではなんかこう妥協せずにというのかな 自分がこう生きようこうあろうっていうことに対して頑固になる必要はないけどでも妥協することはなくあの自分の軸をしっかりと持って楽しんでいくまあなんか普通の言い方になるけど特に後悔のない日々を過ごすっていうのはなんかすごく大事だなっていうのを僕は感じていますえー、内面ではちょっと大きいバイブレーションが出やすい時期だと思います、うん、結構大きいバイブレーションで、まあ、感情大きい感情が出てきやすい もうその時にこそそれを手放してねいくチャンスだとも思いますし大きく自分のエネルギーを変えていく本当にそういう扉だと思うのであの僕たちは本当に全てを光に変えていく力があるからだからそんな自分の深い性質を信じてこういう時だからこそ必要があればチャレンジして。 出てきた周波数はどん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 手放してそういう基本も大切なんだろうなって思いますうん、なんかすごくなんて言うんだろうなある意味ではなんかここ数年間の自分の生き方が試されるようなところかな、うん、なんかこれまで自分が大事にしてきたことってあると思うんだけど大事にしてきた考え方とかうん、大事にしてきたなんか目覚めのっていく考え方みたいな哲学み目覚めの哲学とか もちろん柔軟に必要ががああればそこももも変変えてていいいきながらもでも変わらなららででわ部分っううのもあると思うんですね僕もやっぱこの数年間ずっとやっぱその目覚めのスタンスっていうのをこう自分の中でやっぱすごい大事にしてきた部分があってワークショップなどでシェアさせていただいたこともあるかもしあると思うんですけれどもなんかそれがある意味でこう試されているというか、うん「あなたはそのスタンスをより本物にしますか?」みたいな。 あなたは目覚めていくということをより人生の中でリアルにしていきますかとかそういうことがそれぞれの形で自分が自分に試している自分という宇宙が自分という存在に確認しているっていうのかな誰かに試されてるんじゃなく,てなくて自分が自分に試してるというかね何かそういう時期タイミングであるというのを感じていますだからすごく うん、なんかこう僕たち魂としてもすごくこう軸を太くして、えー、自分をこうよりあらわにしていくようなね時期だなと思いますのであの本当にこうなんか常識とか周りの目にとらわれずにあと未来のことを心配して今縛られずに今の自分をどんどん解放していくっていうそれをもうなんかまた大事になると思ってます。ね。 なんかこう今日の動画はもうべらっといろいろ喋ったんですけどあ,のあなたにとってピンと引っかかったところだがあればね是非大切にしてみていただけたらなと思いますはいということであの、まあ、僕もねまたどん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 そういうチャネリングであったり宇宙会議であったり新しい情報っていうのをこう触れてねでまた機会があればこうやって動画で撮っていきたいなと思いますまたこれからは今日みたいな今日以上の言葉にできないものとかもたくさんあるかもしれませんが まあそれはそれでまた、うん、なんかエネルギーで皆さんと共有できるような工夫をして、えー、楽しんでいきたいと思います。それじゃあね。バイバーイ。<laughs> あ,あとそうだ今日紙の音飾りの発売日になるんで気になる方はぜひ。じゃあねー。